私、無事大学も今年の3月に卒業することができまして、まあ、卒業旅行ということで、うん、まあ、卒業する前に撮影はやったので、はい、現役生活最後の、大学生最後の私がギュッと詰まってます。プーケットって結構スコールが多いって聞いて、不安だったんですけど、奇跡的に全部晴天で晴れて、一回も曇りとかもなかったので、すごい演技がいい、はい、撮影でした。女優さんになりたい、なります。グラビアアイドルとして頂点を極めながら、お芝居の方も頑張っていきたいなと思っております。私の中で星3つは綾瀬はるかさん、安達祐実さんのお芝居もすごく好きで、最近いろいろ見させていただいてます。